皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日は百鬼夜行の第92回最終回です。白卓。全体図はこのようになっています。胴の部分に目があります。この部分を拡大して読んでいきましょう。まずこれは白。次は卓、沢です。読み仮名は物という漢字を崩したもので葉と読みます。次は句。かすれていますが、多いという漢字を崩したもので多と読ませようとしています。次は句。白卓と書いてあります。次は黄色いという漢字です。次は帝。次は東。次は巡るという漢字です。次は白。これは沢です。次は一。次は見る。これは避ける。階段の階です。覗く。害。これはなしと読ませる漢字です。次はところ。不二家の不。これ行人弁に変。次は幕。これは門です。次は蚊と読む漢字です。次は山。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。すべて漢字で書かれていましたので、私なりに訓読をしてみました。皇帝東に巡り、白卓ひとたび現る、控え除外、あまねからざるところなし、モモンガ三。白卓がひとたび現れると、あらゆる災難が覗かれるということです。モモンガという、ペンネームでしょうか。モモンガでございます。妖怪というよりは守り神のようなものです。さて、百鬼夜行はこれでおしまいです。長い間ご視聴ありがとうございました。また他の作品でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。